今日紹介する車は何でしょうか、はいえー、東京オートサロン2022に出店させていただく GTR2 台が1台は完成でもう1台はもうちょっとで完成するんでオートサロン直前情報としてね今日はご紹介をさせていただきたいと思いますあもう台完成しました<あ>これが。 それもう,もうブログにもあげちゃったし <laughs> 新年早々 <laughs> オートサロ披露目ってわけじゃなくいやオートサロ披露目のつもりだったんだけど、はい、もう待ちきれなくてあげちゃいましたね、はい、あ今回 GTR は2台ですかそうなんですよあその2台が今ここにあるとそういうことです何だってファイナルエディション完成形ですからねファイナルエディションのフィニッシュエディションですねフィニッシュエディションは奥ですわあそうなんですか奥がフィニッシュエディションですわエアロ違うんですか そうなんですよこれワイドボディが実は少し前の車と後ろの車で違ってるんですよ。それとリアバンパーの仕様が違うんでファイナルバージョンは奥のセンター4本出しと。 それれ見るんですかいやまだついてません今撮影してる段階で1週間ぐらい前ですかねそうですねあと1週間ぐらいじゃないですか1週間切ってますね厳密にはなるほど完成具合はどれぐらいなんですか完成はね明日マフラーが完成すれば奥の GTR があと1日ぐらい結構余裕ですねいやいやまだ86が全然できてないですからね 86BRZ のワイドボディがこれからなんでじゃあ早速ですけども見ていきましょうかそうですねまずは手前にある こっちがもう完成形ですね。これ完成形ね。はい。これ実はあの F R G T R ですベースが。えっと知らないちょっと不細工もうだいぶ二年ぐらい前じゃないですか。2> 2年去年ではないですもんね。多分二三年経ってません。あもうそんなに？ ってますよだから結構知らない方、多いと思いますよこれね、ブリッツさんのハイフロータービン入れて、750馬力以上を軽く出して、実はフルチューンなんですよ、エンジンはノーマルなんですけど、オイルクーラーとかインタークーラーとかね、DCT クーラーとか全部ついてて、そしてなんといっても、FR 化してあるんですよ、FR ななんんでですすね見た目じゃかいけどフロントのドライブシャフトはなし、そして、ドゥーラクさんのアテーサーキャンセルシステムを使って、FR してると。 でドリフト仕様になっているとですね。そうなんですよ。っていう感じなんですけど、はい、まあ今回その内容から変更させていただいたのが、はい、まずね車高調をエアホースさんのエアサスダイヤモンドキットに変更してあります。そうでしょね。はい、これはどう見ても。そうなんですよ。はい。 でこのワイドの状態で、また僕、ドリフトさせたいなと思ってますんで、<laughs> エアサスで、エアサスでワイドボディで、この状態で、いけるんですかね、楽勝やと思いますよ、もちろんこれ、タイヤも太くなってるんですよね、タイヤはバリバリ太くなってますね、20インチ、クールオリジナルのベルズホイールのクローネシリーズ入れてますから、はい、あタイヤ自体の幅は一緒ですか,とか,とか、タイヤ自体はね、そうですね、純正と同じサイズを入れております。 ホイールのリム幅が広がってるそういうことですね。まあぜひちょっとドリフトをさせたいですよね。なるほど。はい。じゃお父さんのわけですけど。そうですね。じゃショーが終わったらドリフト行きますか。行きますか。はい。ということでね、あのぶつかるかもしれないということで、はい。まあちゃんと止まるようにということで、まあ今回エンドレスさんのブレーキ入れてありますから。あ、そうですか。はい。へえ。珍しいですね。ブレーキ入れてるの。そうですね。 れ見てください。バリバリ効きますよ、当たり前じゃないですか、オートサロン仕様ですから、そやっぱりこれで効くんで、これで安全と、ドリフトしても安全と、フロントバンパーはファイナルエディションフロントバンパーということで、ここまでがね、バンパーなんですよ、このブルーのラインまでがね、この下にアンダーのディフューザーを作りました。 これ前なかったやつですね、そうですね新たに追加されてるんですね、ね、はい、新たにつきましてね、まあ、ワイドボディになるんで、まあ、このアンダーのディフューザーをつけて、ちょっと迫力アップを狙ってみましたと。はい、あれ、これ、はい、FRGTR?、ええ、ドリフト仕様の GTR ベースってことは、はい、元は前期ですか、おっしゃる通り、MI10 とか、その辺でしたよねそうですね、MI10 ですね。 前期でででもつくんすすすねババンパーですかバンパーあバンパーーかきますよあそうなんですね、はい、厳密にはこの17モデル以降だとボンネットからのこのラインが違うんですね。はい、もっとこうプレスが効いたラインになってるんでですのでこれは08用のバンパーと。08から15モデルまではこのバンパーを使います。へ<ー>で17モデル以降は後ろのバンパーを使いますってことで。この上の上プレスが 変わってますんで。それぞれ専用があるってことですね。そうなんですよ。じゃあ僕のゼロ八 GTR にもつけれるってことですね。当たり前じゃないですか。変えおきますか。あ、そうですか。早速。えー、ワイドしときますか。いやワイド。ワイド。ワイド。まあちょっと次行きましょうか。ファイナルエディションに変えてもいいですよ。それから次フェンダー行きましょうか。はい。このフロントフェンダーですね。はい。これが。 どーんと片側6センチのワイドになってるんですけど、これはね純正との交換タイプなんで、フェンダーのラインは出ないですね、そしてこの下ですね、このサイドリフューザー、この黒い部分ですね、という感じになってて、ここのドアパネルですね、はいこれ、貼り付けしてあります、今回、ファイナルエディションのワイドボディバージョン2なんですけど、1の方はここにドーンとまだパネルがつくんですけど、2の方はドアの上はつかない。 こっから下ににダクトといいう違いになってますあちょっとショートバージョンになってるんですね、そうなんですよ、若干シンプルバージョン、それからこれが給油口ですね、こういうふうにほぼスムージングして、フラットにしてありますね、これだけ厚みを持たせてますんで、給油口にね、意外とオーバーフェンダー、ここへこむっていうパターンもありますからね、そうですねなるべくあのシンプルに見せたいなっていうところで、はい、まあこういう仕上げにしてあります。うんんでリアバンパーで,すかそうです、ね リアバンパーは1個前のモデルの GT2 っていうラインナップがあるんですけど GT2、はい、のリアバンをこちらは装着してますえファイナルエディションじゃないってことですかそうですリアバンだけどあそうなんですかでウィングはこのミドルマウントの GT ウィングこういう仕様ですねなるほどこれが1台目えこれがシンプルバージョンなんですかこれシンプルバージョン <laughs> めちゃくちゃえ,え これでシンプルバージョンンですかシプルの定義が多分違うと思うんですけど、マジすかあとホイール言うの忘れてましたね。こちら、ホイールがね、このクローネシリーズていうことで、ベルズの最高峰グレードになるんですけど、単造のツーピースですね、このウルトラディープコンケーブっていう、バーンとこうねものすごい角度でコンケーブしているのが特徴で。このリムですよ リムはまあこれぐらいあります、ね、リムどんだけあるんですか、これ、<laughs> これぐらいありますね、相当水がここらへんにたまりそう,です、ね、<laughs> そうでしょうね、はい、じゃあ、次は激しいバージョンの方行きましょうか、か激しいバージョンいきましょうか、はい、はい、こっちですね。そうですねということで、はい、こちら、激しいバージョン、何が違うんだと。<laughs> えこれ、前からの、いや、<え>前からの見た目、一緒かなと思ったんですけど、違いますね、これ、何<が>発見しましたよ、僕は。 このボンネットそこはねあまり突っ込んでいたら困るポイントでそうなんですかちょっとね大きなミスを犯しまして私がこれがバンパーはですねちなみにこの車はベースが14モデルですモデル中期ですね中期モデルモデルのブラックエディションなんですけど17モデルのボンネットを使おうと思ってバンパーは17バンパーなんですよだからここプレスが結構効いてるじゃないですか。 あ、そうですね。ですよね。で、こっちはゼロ八のボンネットを加工して、え、ちょっと作っちゃったんで。はい。線が合わない。やっちゃってるじゃないですか。こうね、わかります。あ、わかります。あ、こんなに差あるんですね。そうなんですよ。後期モデルと前期モデルで。そうなんですよ。レスラインがこれだけ触ってるとですね。これだけ違うんで。はい。ボンネットはノーマルになります。あの。 チリが悪いと思われるとまずいんでね、えー、そうですね。まあ、はい、こうパッと見でもわかりますね。ちょっとチリが合ってないのは。ね、先ほど装着してようやく気づいたと。あ、そうですか。そういや17用バンパーにしてたんだと <laughs> いうことで。はいはい。急遽、はい、17用ボンネットを今手配をしておりまして。あ、そうなんですそうなんですよ。こっちノーマルに戻るわけじゃないんですね。え、ね、17ボンネットに変わりますんで、17ボンネットのノーマルに変わります。<あ> <laughs> あ、一七本、このボンネットどこいっちゃうんですか。このボンネットはこっちに多分つけるかなっていう、こっち。0.8あ、こっちにつけるかな、つけない、もうつけないかなっていう。え、でももったいないじゃないですか、これ。いや、いいじゃないですか、もう。え、これ作ったんですよね、新しく。作りましたよ。初めて見ますもん、これ。作ったんだけど、ちょっといろいろ、ちょっとデザイン変更もしないかんだと。いう感じなので。あの、多分、こっちにつくかな。か、ま、幻のボンネットになる。あ、そうそうそう。この車に付かないというのは間違いないです。 オートサロン、いろいろありますよね。そうなんですギリギリになると、いろいろトラブルありますからねいやもうバレずにこのまま素通りしようと思ったら、誰かがツッコミを入れるもいや、ボンネットが変わってるのは、あからさま分かったんですけど、ちょっと前後期で違うっていうのまでは気づかなかったですね。ということなんで、ここはそっとしておいていただいて、フロント周りは同じなんですよ。はいで、こう回っていくとですね、い。ーンとこうね。 ドアにこうつがって、まあこの辺から奥行きがこうね、はい、この辺からある感じなんですよ。この辺からね、ドンと、はい、はい、これが前と違うところですね。押して、ホイールがこちらねクローネのゼロワンシリーズ六本スポークなんですけど、なんとなんとの二十一インチです。あ、二十一ですか。はい。あ、なんか雰囲気違うなと思ったら。そうですよ。これディスク二十一。 ディスク21でですすよよ。ね。そうなんですよまあこれちょっと複雑なんですけど、はい、21インチっていったら、うん、ディスク20でリム径が21ってパターンが結構多いんでですすよね。ね、はい。そう、ね、ちなみに中造シリーズの KCV シリーズの場合は、はい、ディスクは20までしかないんで、うんうん、21インチは必ずステップリム段リムになりますね。 ですよね、はい、はい、ただクローネの場合は21インチディスクがありますので、はい、まあこういうふうにフルリバースの21インチが作れるということで、はい、まあ今回、こちらの車は、このね、ちょっとドレスアップに振ったホイールでいこうと VTR21 って、なかなか珍しいですねタイヤがあるんですかタイヤはね、ファルケンさんは、FK510、めちゃめちゃシリーズがあるんですよ、はい、サイズ、いくつですかこれがね、ファルケンさんのタイヤ29、2953021。 すごいですね、30ですか、そうなんです30じゃないダだめですよね、そうなんだから295なんで、ホイールの方が 11.5J までしか21日フルリバースは作れないので、11.5J リムで作ってありますね、で割と角が、ショルダーががっと立ってるじゃないですか、そうですね。そうなると、ここに当たるかもしれないんですよ。 まあ今現状はみ出てる状態なんですけど、えこれでも10ミリぐらいスペーサーを入れてるんですね実はね。あそうですか。はい。はいはいはい。でまあスペーサー外して中入れるは100%収まるんですけど、はい。まあこの状態からエアサスを入れていくと中に入っていくんで、まあおそらくクリアできるかなと思ってるんですけど、はい。ダメな場合は2653521に変えます。2653521。はい。あだいぶ細くなるということですね。そうなんですよね。ただヘンペル35に変えて。 そうすると、必ずこのショルダー、あの、フェンダーのね、この爪逃げますから。はい、ちょっと引っ張りタイヤで。そうです、そうです、その辺はちょっとこれからセッティングと。なるほど。いう感じですね。で、まあ、ちらちらちょっと映ってるんですけど。はい,は,いはい、はい、はい。なんか、とんでもないリアウイング。<laughs> <laughs> <え> <laughs> とんでもない。いや、ウイングがとんでもないっていうよりも、ステーがとんでもないんですかね、これ。これ、ね、ウイングの大きさもさき。さっきは、ね、坂本さんがあの、つけてましたんで。はい。はい ウィングちょっと待ってください。何がですか。まあいろんなとこ突っ込みどころがあるんですけど、<laughs> まずウィングの大きさがこれちょっと F1 かっていうぐらいの大きさになっているし、大きいですかね。大きいし後ろ、ね、後ろにの突き出は意外とあれですか。バンパーから出てないぐらいですか。いやあのこのアッパーディフューザーが相当後ろに出てるんで、あそういうことですか。これでね。<laughs> あの意外に収まって見えるんですけど、まあ実はめちゃ出てます。いやよね。めちゃ出てます。いやすごいこのこのウイングステいいでしょ。すこれ何で作ってるんですか。これねアルミですね。アルミ。はい。えすごいすけど大丈夫ですか。でここサイドブラケットはい。まああのこういう風にねブラケットをこうボディに固定してまだこれ仮止めの状態なんでボルト全部ついてないですけど、ここは実はファイバーです。 ファイバーで支えきれるんですか、このウィングを。いけるんですよ、いけるんですよ。かー、その、ええその、その棒は、これがあれじゃないですか、大量に作ったカーボンロッドですよ。これ、カーボンですかこれドライカーボンのロッドなんですよ。で、これ、今からピロー、塗装かけるんですけど、黒色に。これは、ウィングを、これはエアロで受け止めてるんですか、これは。 エアロでで受け止めてるんすねアッパーディフューザーで受け止めてますこのアッパーディフューザーもこれも初お披露目のやつですかねこれがファイナルエディションでですすそうかこれがファイナルエディションリアバンパーですねあれこの下に何かつきませんさらにこの下はボディー仮面の整流効果を上げるためにフルフラットのディフューザーがつきますあなるほどフルフラットですからねマフラーがマフラーがねここに4本バン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 と入るでしょ はい、130杯のマフラーがここからぎゅイんってきてなるほどパイプがぎゅーんときてこ入るとはい、はい、うわーそういうことですか、ね、こういうことなんですよこれがファイナルエディションですかこれがファイナルエディションですねこれ一つ疑問なんですけどなんですか <laughs> これトランク開かなくなってますよねあトランク開かないですよ <laughs> トランクはもういらないっていうことですかトランク開かなくていいんじゃないですかね <laughs> どうしても開けたい場合は、ここ外していたやつですね。あの簡単にポロンとこう取れますんで、今現状だとね、はいまあこういう感じになってるんで、えこれ市販化する予定なんですか？これは車検 NG なので、あそうですね。もうあの競技専用品かも海外向け。リアバンも市販予定はなしですか？ ウィング以外、これはもしバリバリ市販ですよ。あ,あ、そうですか。はい。ウィングだけがこう消消卡というか、そうですね。消卡ですね。もう海外には出してるんですけど、はい。あの国内では一応販売をしてない。はい。まあこのバンパーとこのアッパーディフューザー、はい。センター四本出しマフラーはもちろん市販するつもりで開発してます、ね。<laughs> なるほど。はい。じゃあこれもね、オートサロンの時には購入というか、うん、はい。買うことができるんですか。当たり前じゃないですか。 <あ>はい、そうですかフルワイドボディから全部価格が出ますんでそうですちょっと前に戻りながらもう一回見ていきましょうか、はい、こういう感じね、はい、なるほどこうですね、はい、これ僕個人的にはちょっとフロントバンパーが結構気になるんですね、はい、まあフロントバンパーちょっと欲しいなみたいな<お>これ僕でもオートサロンで買った方がお得なんですかそうですねオートサロンではエアロパーツなんたって15%オフを。 あ、そうですか。やりますんで、これ今僕にカメラマン価格とかで安くやってくれるってことはないですね。オートサロンであれば、はい、15パーオフです。で、<laughs> ちょっとじゃあね。オートサロンでの特典はいまいろいろあるってことですね。そうですね。あの毎年恒例なんですけど、はい、大商談会をオートサロン会場でさせていただくのと、はい、同じイベント内容でですね。はい、各店舗。 クールレーシング、今、全国5店舗あるんですけど、はい、5店舗すべてで同じ内容で、段階をさせていただくんでじゃあ、僕、オートサロン行かなくて、はい、埼玉店、クールレーシング埼玉店とか行っても、はいそういうことですね。いやただ、搬入動画撮っていただかなくちゃいけないですからね <laughs> <laughs>、はい、いつもの、毎年恒例の徹夜で編集して、<laughs> あれ、本当大変なんですよ、ええ、徹夜の編集が。今年はね、でも、ほぼ完成形でお車、持っていけますんで。 かなり早めに撤収できると踏んでますよ、本当ですか、一、はい、人コツはコいカップラーメンを食べながら練習してる、あの生活ないですか、<laughs> <あ>今年は。今年は早いんじゃないかな、そのあその搬入動画も楽しみにしていただいてということで、ええ、そうですねじゃあちょっとオートサロンの特典内容、はいはい、詳しく教えてもらっていいですか。わかりましたということで。ええ オートサロンの詳細を教えててもらっていいですか、はい、そうですすかそうねちなみにですねまずホールの方なんですけど、はい、場所ですねメインゲート入っていただいて、えー、中間のホール5もう入っていただいたら正面です一番真ん中の真んん中中のですねそうですね真ん中の真ん中なんでそのまま入り口入っていただいたらまっすぐ突っ切っていただくとホール5に行きますからねそこにクールのブースがありますんでぜひ、えー、当日はね 来ていいただけると嬉しいですあれさっき突っ込まなかったですけど、ええ、今回車青いいんですかああ <laughs> 気づいた今これもしかしてブース内は青い車だらけみたいな、うんまあ、何たって、えーはい、2022年の東京オートサロンは、はい、クールブランド誕生10周年ですから10周年を記念して実はですね、はいえー、クールっていうブランドが誕生する前に、はい、ドリフトの専門店をやってたんですけど、はい その時の時イメーーージカラーがブルーなんですよちなみに今いるこのキッズレーシングがその創業の地なんですけどここが創業の地でございますが <laughs>、はい、ブルーだったんですよイメージカラーが。<laughs> っていうのは僕個人的にブルー大好きで、まあ、今年は10周年という形なんでね <laughs> ちょっと今までと違うブランドを見せたいなということで初心に帰ってブルーで統一と。<laughs> じゃあ ブルーの車だらけのブースがあったらクールのブースだと思っていただければいいんですかね正解ですちなみにメインブースに展示させていただくお車は全てスポーツカーですそれから車両展示の方には SUV を中心にミニバン SUV ですね6台展示させていただくんで合計15台それ車両ブースはメインブースの近くですか、はい、メインブースの目の前なんで通路を挟んであんあのスタッフも常駐してますから、はい、まあ何かね聞きたいことがあったら声をかけていただけると ちなみにあと3台メーカーさんに他のねメーカーさんに車両を貸し出ししますんで合計で9台6台3台なんで18台の出店となりますじゃあクールブース以外にも、ええ、ドッグ頭に3台いるってことですね、はい、そうですねちなみにハリヤーとレボーグとアルファード はいうん、この3台を、えー、それぞれね違うメーカーさんなんですけどあの車両を貸し出し,しますんで楽しみにしておいてくださいとじゃあ肝心のオートサロン特別サービス、はい、特別サービスってめっちゃ出てますけどここに <laughs> <laughs> ずっと出してるんで多分もうあのバレバレだと思うんですが <laughs> じゃあちょっと説明していただいてもいいですかはい、はい、じゃあねはい これね、オートサロン期間中。はいま、期間中、まあ、金、土、日の3日間オートサロンるんですけども、はい、一般入場ができるのは土日のみという感じなんですが、はいまあ、クールの全店舗ではですね、はい、金、土、日、この3日間オートサロン期間中ですね、はいはい、大商段階、同じ内容でやらせていただきますんでね、ちょっと会場まで行けないよっていう方は、店舗の方にね、遊びに来ていただけると嬉しいです。じゃあ内容いきますね。まずね、コンプリートカー。コンプリートカーをご購入いただいた方には、 オプション10万円がサービスでございますコンプリートカーっていうのはええクールのエアロがついたりホイールがついたりした新車ですかねそうですね新車でも中古車でもどちらでも構いませんクールのコンプリートカーがラインナップしてる車種でってことですかねそうですね、うん、クールのコンプリートカーはね基本的にクールオリジナルエアロパーツをラインナップしてる車種にですね、うんまあ、車庫調であったりあるいはホイールナビゲーションといったカスタムパーツをつけて お得にご購入いただけるパッケージプランそれがコンプリートカーというんですけど、うん、そのコンプリートカーをご購入いただければ期間内に、ね、10万円サービスさせていただくとまあ車種ラインナップはホームページとか見ていただければわかるって感じですかねそうですね次行きましょうか、はい、次はねパーツをご購入いただく方向けですねまずクールオリジナルパーツエアロパーツですね全品15%オフということになっておりますんで、はい、カメラマンさんの GTR のフロントバンパーも 期間中にご制約いただくと15オフなるほど15パーオフ <laughs>、はい、これは長年の付き合いでもっとオフにはならないんですかな,な,ならないですね <laughs> ちょっとかみましたけどならないです <laughs> じゃあちょっと、ええ、まあオートサロン期間中検討させていただきますよ <laughs> お願いしますもうオーダー先行予約しときますからとりあえずいいですよ予約だけしときますからまた順番も最後の方になりますからお客さ優先でございますちょっと待ってそこ平等じゃないんですかいやいやいやお客さ優先でオーダーが入っていきますのでなるほどじゃあ次行きましょうかあとですねアルミホイルですねベルズホイルの中造モデルが30パーオフです中造モデルは何かと言いますと KCV シリーズと これの中造モデルは3割オフなんでねそれから単造モデルですね、はい、ベルズクローネであったりあるいはベルズレーシングの単造モデルもあるんですけど、はい、単造品は20オフとなりますですんで先ほどの GTR のクローネホイールは20%オフで。 ま、この辺のラインナップもホームページ見ていただければはい、わかるようになっているんですかね、はい。そうですね。当日ね。ホイールもたくさん展示をディスプレイさせていただくんで、うん、またあと車両にもねたくさん付いてますから。いろんなシリーズのホイールが、はい、それから今年限定のリミテッドエディションが出ますからね。あ、そうですか。はい、<ー>ニューカラーです。それは鋳造ですか？鍛造ですか？鋳造モデルです。 はい、それとベルズレーシングの新作もデビューしますからねあそうなんですかへえこちらも楽しみにしておいていただいてワンピースの、はいまあ、アルファードベルファイアハリアそれから GTR、うんまあ、こういったお車にベストマッチングのホイールなんでオ、はい、オーーーートトササデデビビュュでですすかこれもそれからですね、まあ、一番パーツの方で大きなキャンペーンになるかもしれないんですけどもパーツご購入の方36回払いまで金利手数料は クール負担でででございますすす、えー、そうですか3年ですよカメラマンさんも36回使えますので <laughs> あそうですか、はい、これいいんじゃないですかあそうですかはいなるほどでこれではいいですよねですねじゃあいろいろ相談乗っていただけるいうことですね当たり前じゃないですか <laughs> じゃあサロン会場では商談させていただきます <laughs>、はい、<laughs> いろんなプランをご用意しておきますねって感じですかそうですねこれが大商談会の内容ですねで当日は えー、商談テーブルがですね32席ほどご用意させていただいておりますでアクリル板で仕切ったり、まあ、マスク着用させていただいて万全の体制でね、えー、商談をさせていただきたいと思ってますんで是非ね気軽に遊びに来ていただけると嬉しいですあとですねオンラインで簡単に車がオーダーできるシステムクールワンですねこちらが現地で iPad を使って簡単にシミュレーションができますんでちなみに 取扱説明書も作らせていただきましたのでよかったら持って帰ってくださいという感じですね。それとカタログ毎年恒例ですね。こちらの方もエアロパーツコンプリートかホイールとご用意させていただいてるんでセンターの受付の方でのみカタログをお渡ししますんでぜひねちょっと中の方に入ってきていただくと受付がありますんでそこでカタログを持って帰っていただけると嬉しいです。<laughs> ということで、えー、東京オートサロン2022まで あと1週間を切りましたという形になっているんですが、まあ、この動画がアップされる時はおそらく2日前とか3日前とかちょっとわからないんですが本当ギリギリになっていると思いますけども、えー、とりあえずねなんとか18台の出店バッチリ間に合いそうなんでぜひね新しいクールのボディキットですねそれから新しいクールのカスタムカーの見せ方みたいなものを見ていただけると嬉しいです。ということで 当日オートサロン会場で皆さんにお会いできると嬉しいのでぜひね足を運んでください。オートサロン出店直前情報は以上でございます。ありがとうございました。ちょっと今緊急で、はいはい、動画を回してるんですけど、はいはい、回してるの？<laughs> 回してるのね。<laughs> なんか、はい、すごい写真が来たと思う。すごいの来ましたよ。GS プロジェクトさんの、はい、沢村社長からラインが来ました。はい。 最新マフラー完成したと、それは何の4本だし、先ほどのファイナルエディションのリアバンパー用のマフラーが完成したということで、あそうですか写真、来ましたね、あそうですかはいちょっと返しない内で既読するなりそうなんですけど、<laughs> <laughs> せっかく送っていただいたのに、まあ、ちょっと見ていただくと、ですね<お>こういう感じでセンターから4本出て、<ー>マフラーがこう、うねってますね。 これこれすごい綺麗ですよ曲げもすごいっすねはいま割はちょっと入ってますけどでもほとんど曲げですもんねそうですねこれ七十杯のおそらくパイプを使っていると思うんでなかなかここまで曲げるのって大変なんですけどさすがあのねベンダーも取り揃えている爺さんだし腕もねさすがだなということで素晴らしいですねですかこの四本の出口これどうなってるああ サイレンサーはそこにあっササイレンサーはここにありますね。えー、こんな感じですかそうですすかそうねちなみにこれテールエンドはこれブルーなんですけど、はい、今回、この車用に新しくブラックをブラックテールデビューしますから、えー、こちら、ですねこのブラックテールに変わった状態でこちらに商品届きますので、はい、マフラーがですねえ。さっきのデモカーにはブラックがつくってことですか えこれはどこ行っちねあのんていうの位置出しをするために、はい、いつも使ってるブルーテールで位置出しをしていただいてるんですけどブラックテールを今回特別に作ったんで、はい、もし人気が出そうであればたくさん量産したいと思ってます是非ねご意見を聞かせていただきたいなとヘアラインのブラックカラーになってるんで、はい、ちょっと今までではないマフラーテールの <laughs> カラーリングになってますからこちらも新作になりますからね楽しみにしておいてくださいとじゃあもうちょっと緊急で話しましたがはい、はい、グッドタイミングでしたねああそうですね、はい、ということで、はいえー、締め2回目になるんですけど、はい、マフラーも無事に完成したということで GTR のファイナルエディション完成するのを楽しみにしておいてくださいそれでは東京大ロの会場でね皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますありがとうございました